で結構長いねこれ、何十秒、10秒20秒30秒はあ、Mステもめちゃめちゃタイミングよく AKB だけ見れたたまたまテレビもうそれだけしか見てないんだけどそれしか見てないんだけど見ましたよ一応 AKB のとこだけは。ユキーナが読んでるってどういうこと、出るってどういうこと、すごいですよね。私もたまたまつけた時が AK 急いどったけん消した終わって怒る。そう違う、急いでたんですよ私だって。初見です。あ、ダメと言っちゃ見てないこと。見ました、全部最初から最後まで。こんばんは。あ、こんばんは。みんな私だけじゃないやろ絶対。水木の配信を選んでくださいました、あなた大好きしきぴし。そんな中私の配信を見に来てくれたんですか、ありがとうございます嬉しい。どうやろう誰がしてるんですかね。ちょっとこれやめた、いて今日でここに準備してなかった、準備できんかった。ほんと瑞希何個ケーキ食べる、あ、ダブルで見よった、すごすぎ。ケーキばっか食べてます、クリスマスを。クリスマスってことでクリスマスやけいいとよ、ダメかもしれんけど。太るばい、こんな食べよったら。今日はバラバラのショートケーキ、あ、ショートケーキじゃないの、ほう、なんて言うんですかね、ちっちゃいの、なんて言うのかな、こういう普通のケーキです。昨日はタルト食べた、その前はまなんか一個こういうの食べた。太るばい、太るよ本当に。何、妹レース、あ、嬉しい、妹オーディションですか。角生やしちゃったよまた、この角めちゃめちゃお気に入りなんですよ私。ちょっとトナカイっぽくない、この服、突然だけど。私のネックレスもいつもねこれ前に来るんですよね、これが本当は後ろなのに。後ろに行きなさい、よし。ねえ、なんでかわちゃんすごい、そんなとこまで見えとった、このショールームって。ニキビできたよここに、みずき、みんな寝すぎやろって。ありがとうございます。何ですかおみずき懐かしい、クワガタじゃないけんこれ、トナカイやけん。今日髪綺麗、嬉しいけど、ちょっと今日はストレートじゃないんですよ。いつもストレートやけん、もうみんな秋に飽きたかなって、もう秋したかなって思って、今日は1時間だけ学校に行った、明日は4時間行かんといけん、はあ、赤鬼、赤トナカイですよ。あれ、なんか今日クリスマスって言うとにさ、普通の配信やん、おみずき。タワー来た？え？嬉しい。待って、本当にこのニキビ目立ちますね、確かに。よく見たら。やめて。確かに見えるな、このニキビ。あ、違う、タワーの話やった。タワー、嬉しい。あ、これタワー？違うか。タワーって誰が嘘ついたな？タワーじゃなくない？これ。あ、これがタワーなの、あ、これか、峰松さんか、嬉しい
ございます。え、ツリータワーだ、ツリータワー、タワーツリータワー、ありがとうございます、嬉しい。タワー、ツリータワー、タワー、その後ろに、あ、タワーに羽が生えとっと、なまりすぎやろは、あ、すごい、タワーに羽が生えてる、ありがとうございます、タワーありがとうございます。シュキピ、最近の流行りはシュキピ。何定型文って、さっきから何定型文って、私のはあれ、私のキャッチフレーズが定型文ってこと、定型文ってなんだ、あ、よっ、モチベが低下してるんですけど、どうすればいいでしょうか、ね、どういうこと、やだ、お水着離れしてるの、ダメ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 、え、新機能、何、新機能って何、テンプレ機能が追加された、何ですかテンプレ機能って、 SR の新機能、ショールームの新機能、何それ、新機能とかあるの、典型文、典型文、あ、違う、定型文か、ん、あれ、これなんて読むと、定型文か、定型文、え、ショールーム確かに変わりましたよね、こんばんは、初回だけ投げられる、何を投げられるの、誰かの勝負確かに見てなかった私もテンプレート使います、あ、そういうことね、文字をもう決まっとるってこと、文章が、送る文章決まっとるけん、それを押したら文章が送られるってことかな、コメントできる、そういうことですよね、定型文、あ、定型文か、定型文、なんて、こ、じゃあやってみて、誰か、そうなのよ、そういうこと、それも定型文、そうそう、定型文、どこが定型文なの、どこまでが定型文で、どこまでが手動で打っとっと、そうやで、かわいい、かわいいは絶対定型文だ、わかる、私には絶対そうでしょ、かわいい、当てるね、どれが定型文か、私、あ、1回しかできんと、こんばんは、トップ500、え、何それトップ500、1回だけ決まった文章、あ、1回だけ、あ、おはようございますだな、おはようございます、これは定型文だ、定型文だ、こんばんはもうそう、今日も可愛いですね、今日も可愛いですね、微妙に違いそう、可愛いね、可愛いねは定型文だ絶対、あ、可愛いないの、ないの難しいな、あ、こんばんはは、そうなんだ、こんばんははそれっぽいな、確かに、こんばんは、こんばんは、てててれれ、すごいね今の、てててれれ、てててててて、へい、間違ったかな、こんばんは、ちょっとクリスマスにちなんでなんかないですか、クリスマスっぽい配信の方法は、クリスマス配信なはずなんだけど、ちょっともう急ぎて疲れてしまった準備するのに、もうちょっと10分遅らせればよかった、10時からやった後に、ケーキ食べる、あ、ケーキいいですか、そこに置いてるんだけどね、もう準備する、もうなんでこんなドタバタしちゃったんだろう、髪巻いたけんかな、髪巻き寄ったら時間かかったんですよ、あんまり巻かないので自分じゃ、ごめんなさい、ごめんなさいね、今日クワガタじゃない、トナカイになったつもりっちゃけどな、みんな、そう、何でしとったん、そう、餃子パーティーしたんです、もうメール届いてるんですかね、届いてるかも、だいぶ前に送りました私、9時とか、あ、そうディズニー、私初めて行ったけどね、私全然アトラクションとか乗れないけんね、なんか
ね、トナカイですか、了解です。そうですよ、トナカイですよ。ヘイ、おみずき、こんばんは。こんばんは。なんかみんなわおわ話題ないですか。話題、前髪斜めっとるね。あ、そうだ、ツイッター開設したんだ、みんな。そうだそうだ、ツイッター、そうそう、思い出した、ツイッター、新人全員か、全員か、デミー、ヒユカ、ソラノン、福留、モモカだよね。そうで、ミッツンは昨日ありましたけど、なんだ、あの告知じゃなくて、なんだかな、発表があったんで、あったと思うんですけど、そう、ミッツン体調不良で休止、活動休止なんですけど、はい、待ってます。そう、ミッツンにもね連絡したんですけど、ゆっくり待ってるよって。そうそう、びっくりしましたね。私もびっくりしたよびっくりしたけど、そう、みんな待ってましょう。みっつん可愛いよね。みっつんみっつん、はい、みっつんってみっつんって呼んでる、みっつんそう、ゆっくり休んでほしいですね、本当に。お水木の元気分けてあげるって言ったんですけどお水木からだ、元気もらっても一生溢れてそうだねって言われましたなんてことを。私の元気はなくならない説、そんな思われとっとばいね、きっとなくなりますよ。え、トワキタオ、さっきのと別に違う、来た、来てる、来てない、どれだろう、どれ、違うか、え、タワー来た、どれがタワーなの、サンタ、ブリントさん、ブリントさんかな、ブリントさん、あー、そういうことね、サンタという名のブリントさんか、嬉しい、サンタさん来たよ、よかった、サンタさん来た。え、どれどれ、トナカイのやつだよね、トナカイのやつ、トナカイのやつですよね。ブリントサンタが来たよ、あー嬉しい、私今年サンタさんこうやったけんさ、よかった、ここに来たんだ、ここに来たのか、なるほど、成人しても来るんや、確かに来たよ、あ、よかった、信じとってサンタさんは信じらんとこんってお母さんがずっと言ったけん、あー、よかったよかった、長崎までは来んやったけど、よかったよかった、嬉しい、ありがとうございます、プリントさん、あ、間違った、サンタさん、ありがとうございます、嬉しい、峰松さんも嬉しいな、こんかったよ、逆におるとサンタさん来た人、ここのコメント欄にコメント見てくれてる人、ここ見て、今見てる人で、ね、な、絶対嘘つかんでね、絶対嘘つかずにサンタ来ましたっていう人手挙げてください。サンタさん来た、絶対来た、本当に黒猫が来たの、サンタ通り過ぎ、あ、通り過ぎちゃった、え、本当に絶対おらんやろ、来た人とか、ハローって、あ、サンタさん英語で来てるハローって、あ、来なかったの、やっぱみんな来ないのか、
みんな来ないよね、サンタさん。来た？本当に？何もらったんですか、サンタさんに。てかサンタさんとかさ、あ、でも調べたんです私、サンタさん最近。何人、40人ぐらい、なんか国っていうか、なんか公認の、なんか公認のサンタさんがいるらしいです。来たの？来た来たって。本当かな、本当に。嘘ついちゃダメばい、本当に。だって、すごいな。じゃあ大人になってもサンタさんは来るとこは来るんですね。おみずきサンタね、信じたいけど、うーん、サンタさんもう信じてないんですよ私。みんな私のこと純粋って思ってるでしょ。純粋で子供だなって思ってるかもしれんけど、私は信じてないんですね。信じてることにしたいけどさ、だってさ、知ってしまったとやもん、小6の時に。そうだって、小6、そうやろ、この年で信じてたらやばいやろ。夢持とうって、うん。誰かな、誰から私知ったとかな。とりあえずね、小6の時にサンタさんがいないことに絶望したのを覚えてるんだけど。ファン減ったの？お水木が純粋じゃなさすぎて。そう、私サンタさんのこと知ってるんです、サンタさんの正体。あ、みんな信じとるとか。そうで、信じてないとこんなと思って。信じたいけどね、信じてるよ。でもコントやもん、いくら信じても。なんでコント？私さ、一番最後に、私一番最後にあのサンタさんに頼んだものなんか覚えてますよ。一番最後に手紙出したのは小6で、小6の時に本当切実に欲しかったものなんですけど、私の家になかったんです、ないもの。何でしょう、当てて。私が欲しかった、私が最後の最後にポストに手紙を出したサンタさんに。自分のお家のポストに入れてたんですよ、来ますようにと思って、小6の時に。いや、みんな多分あります、学力。まあ確かに小学生の時は勉強頑張ってたけど、そんな学力は欲しくなかった。サッカーゴールとかいらんやろ。いるか、いらんわ、いらんわ。お家に入らんし、おもちゃじゃないかな。なんかお家にある人はある、ない人はない。お家にある家庭もある、ない家庭もある。お水きんちにはなかった、だけんずっと欲しかった。で、そう、自分のお家のポストですよ、もちろん自分家のポストに置いとったと。でもこんくて、朝見に行ったら全然普通にポストに入っとって、手紙ダメやんと思って。ピアノじゃない、食器洗い機。食器洗い機はある、あります、あります。ミキサーもある。お金とか。お水きんちにはないとか言って、お金って面白すぎるやろ。小さい、うーん、小さくはないな、小さくはない。値段、あ、階段、あ、階段はありますね、お水きんちあります。なんだそれ、テレビもある、台所もある。でも欲しくて欲しくて、他の人のお家に行ったらあるんですよ。これいいな、欲しいな、私もこれ欲しいってずっと思っとったと。 PS5 違う、正解。なんで分かったの、よしゆうさん。こたつ、私こたつ欲しくて。恥ずかしい、なんか恥ずかしいな今思うと。そう、私小6の時一番最後にサンタさんに欲しいもの頼んだのはこたつでした。そう、え、なんで、そう、こたつなんですよ。こたつが欲しくて、でもくれなかった。まあまあでかい、ね、確かに。そう、でもこたつ欲しかったという、私なんかお友達のお家に行ったら絶対あるんですよね。で、なんかめっちゃあったかい、これめっちゃいいなと思って、けど私ん家にはこたつがないんです
生まれてずっとこたつはないんです。だからこたつが欲しい、欲しすぎるよ、こたつが欲しいって思ってサンタさんへこたつくださいって送ったこたつくださいって書いてポストに入れてたんです。でも小6でそれ考えたらちょっと幼稚だな。普通小6だともうちょっといいの。いやでもそうでもないか、小6やけんこそこたつだったのかな。気持ちわかりますか。なんかこたつが欲しかったんですよ。カイロじゃダメダメダメ、カイロいっぱいあるし。そうでもこんかったね。でも小5の時は来た。小5の時はベイブレード、ベイブレードなのかな、ベイブレードなのかな、なんだっけあれ、ベイブレード、あのコマ遊びのコマ。そうこたつみんな持っとっと。渋いですね、確かにこたつくださいっていうのなんだっけ、ベイブレードか、ベイブレード5シュートみたいなやつ、なんだっけあれ、なんていう掛け声だっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ベイブレードっていう、なんかコマが欲しくてコマを頼みました。そしたらコマが来ましたベイブレードが来たの。そうベイブレード。でもその時はすごい強、なんか強いコマが欲しくて、でもね今考えたらそんな高くないっちゃけど、なんか昔ちっちゃい時は2000円ぐらいするコマがめちゃめちゃ高く感じたんですよね。銀色のシルバーのベイブレードのコマ、みんなわかるかな。相方と確かね、確かそうだった気がする。お兄ちゃんも一緒のが来た気がする。そんな高くないよね。でも2人確かに、そっか一緒のだった気がするな。一緒のだったら買ってくれたじゃなくて、届いたのかなサンタさんもそう何クマ、何それ。そう何それ、なんか知ってるかもしれない。あそう、私ねちっちゃい時本当に男の子の遊びばっかりしてたんですよね。そうベイブレードとかもそうだし、なんだっけデュエマみたいなのもやってたんですよ。みたいなのっていうか、そうなんですけどそうデッキを頼んだりしてたな。確かに誕生日プレゼント、デッキってさ売ってるんですよ。カードを1枚ずつ集めんでももう強いデッキっていうのがなんかもう売ってるんですよ、全部入ったの。それが欲しかったな。そう売ってるんですよ、それを。なんかそうそう召喚とか言ってやってましたね。え、なんて言うかなあれ、なんて言うたっけ、なんか言いますよねこうやって、なんて言うとかな、ドローとか言いますよね、召喚アタックとか言ってやってましたね恥ずかしいな恥ずかしい、なんかこれ恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしい。そうデュエルマスターズってやつですかね。そうですね、もう忘れちゃったな。でも小4とかサッカー部の中で流行ってたんですよ、そのゲームが。そうあとはウィーレとかかな。あそうドロスリーはドボンでしょ何それも覚えてない、覚えてないけどなんかそんなのやってましたね。可愛いな小学生って。そういえばね、近所のお友達に、近所のお友達じゃなくて近所のちっちゃいちびっ子にね、なんか私が帰ってくるのを待ってたんですよ、ちびっ子がね、待ってたっていうかね、私ん家の前でね遊んでたんですよ。で2日連続会ってね喋ってたんですよ、ずっとね。うん、3歳の子なんですけどそう、あこんばんは、こんばんは、なんで今めちゃめちゃこんばんはってきた、こんばんは。それでね、その子がねめっちゃなんて言うとかわからんけどね、なんか欲しいとっつったらね、大トロって言った面白い、本当に面白い、なんで大トロが欲しいとよって言ってから。そうえこれみんなに言ったっけ、言ったかな、本当にびっくりした。えなんか欲しい、なんか
クリスマスはサンタさんの名前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 とか言ってからえサンタさんに何お願いしたとって聞いたさ、そしたら大トロって言われてえ大トロみたいな言ったんですよね。さて3回聞き直したんですよ。あの大トロえ本当にえあの魚の大トロって聞いたらなんか名前の名前の名前の名前って言ってえ何が欲しいと大トロ大トロはっきり言うんだ。それ以外の言葉は聞き取れんじゃけど3歳とかな2歳か3歳なんでしょ。本当に何て言うか聞き取れないんですよ、その大トロ以外は。なんですけど大トロだけははっきり言うんですよね。だからあそんなに大トロ欲しいんだと思って、そしてそれでお姉ちゃん5歳のお姉ちゃんにえ大トロ欲しいって言っちゃうけど本当って言ったら、いやなんか一なんかなんつなんか道路のなんか多分トミカかなんかなんですかね、なんかトミカの種類に大トロってあるんですかね、車とかに。で確かに車のおもちゃを持ってるんですよいつも。あ大トロって私が思ってる大トロじゃないなって、あオートロック、オートロック欲しいっていう人やなかなかいないよ。食べる大トロじゃないのかなって今でも不思議。そうでも3歳で大トロが欲しい子なんてなかなかですよね。本当に大トロ3回聞いたけどね、大トロって言うんですよ。大トロっていう大トロじゃないのかなあれ、私の聞き間違いかな。そうでもまあ確かに大トロは美味しいよって言って、美味しかけどさあマンションかな大トロック欲しい、確かに確かに大トロックあったら私ん家の目の前で待ってないよそんな大トロね、面白かったその子、うん、可愛いんですよめちゃめちゃ、いつもなんか鼻水テカテカしてる可愛い。最近お寿司行きましたか？うん、お寿司行ってないけどお家で食べてますよ。もう週2回は食べてる本当にその子に大トロ持って行ってあげようかな。もう私毎日のようにもうお寿司ばっかり食べよるけんさ。そう可愛いですよねちっちゃい子って、本当に可愛い。本当なんかねその日はね、あのなんかこういうなんて言うんだろう、こうなんかなんかこうなんていうロシアとかにいそうなこういうなんていうのかな、こういうさこういうなんていうかぶり物をかぶっててすごい自慢してきました私に。なー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 とか言ってからなんて言ったそう本当にねその子には失礼なんですけど、いつもじゃなんて許さって言ってから聞き取れないんですよね本当に。1ミリ本当にちょっとも聞き取りきらん私なんて言うとかの。そうお姉ちゃんは翻訳してくれますねその子、今日これ買ったって言ってるんだよって言って、あそういうことって言って、そのなんていう帽子をね自慢してくれる。いやあれ日本語じゃないと思う、何語なんだろうな。確かにちびっこって日本語じゃない何かを話してるんですよねきっと。そう可愛いけどね、もうちょっとあの会話できるようになりたいな私も頑張ってそう可愛い本当に近所の子は。何おみずきもたまに何言ってるかわからないって言ってるよ、ひどい。おみずきはいつも日本語で喋ってます。うん確かに今、学んでるんですよ日本語を、ちびっこはこんばんは。あ定型文だなそれなんかありますか、なんかクリスマスっぽい話。みんな今日3000人もクリスマスとに私のとこに覗きに来てくれたと、嬉しいな。年末年始の過ごし方どんなんやろ。年末年始って毎年テレビ見てますよ、テレビ見たり携帯触ったり家族と喋ったり
いとこ親戚が集まるんですけど毎年私ん家にね。けど今年は集まらんのかな、集まらんかもしれんな、集まらんかきっと来ないですよね。もう県外の親戚もいますし、そうそう携帯触ったりよ笑う、なんでよ携帯ぐらい触るやんみんな。そう集まらんかな、もしかしたら残念だな今年は集まりそうにないな。そう毎年そうだな、おばあちゃんと一緒に過ごしてた私は、そうだな、いとこも来ない、今年めちゃめちゃ寂しいやん、寂しい。今年の大晦日か寂しかけも配信しようでもみんな見てくれんかもしれんな。年賀状とか出す？出さん私は。あうん、あそうだ今年出さんとやん、今日今年あれやん、もうもうえ違うかもしれん、もう間違ったかも、なんて今年は年賀状出さないでしょ。あ違う、あれ違ったかも、ようわからん私あそう喪中です、あもう喪中ですよね、そうそうそれを言おうとした、喪中喪中、そうですそうです、そうカウントダウン配信、あ確かにいいかもしれん。でも私の配信なんか見てくれる人おると、おるかな、おるならしたいけど、おるかなお、あダメダメ、みんなするでしょどこか、え見るとリオンちゃん見ると見てくれると嬉しいな、テンションめっちゃ高いかもしれんね私が配信、私カウントダウンめっちゃ一人でいつもなんかわちゃわちゃしてるんですよ、3、2、1とか言ってわそうバカバカしいな本当にお水着ってテンション高い、そう一人ですしよっかな、そうお友達とかと過ごしたことはないな一回も、うん、何服着そう、嬉しい、服来るかな、もう私運いいんですよね運ってな、何のあれか知らんけどさ、そう私服着とる気がする毎年、そう笑う角には服着たるって言いますからね、確かにめっちゃ毎日ゲラゲラ笑いをキュッとかもしれん、服が服がって何、服がそう、でも一人だとそんな笑わないんです私、一人だと、まあ、一人だとそんな笑わんけど誰かもう一人おったらめっちゃ笑ってしまう、楽しくなってきて家族でも、そうなんでかな、めちゃめちゃ陽気ですよね私ってあ、ほんと一人で笑ったら危険かな、確かに大吉引いたこと、うーん、あ、私おみくじ行ったこと、おみくじ引いたことあんまりないですね、確かに、そうそう私ね独り言多いんですよ、なんでしとっと一緒にどっか見よる私のさね、独り言めちゃめちゃ多くて悩みなんですよ、やめたいって独り言言うのやめたいって思うんですけど言ってしまう、なんか声出ますよね、なんかね、独り言多いし一人で自分に突っ込むことめっちゃ多い、そうアホすぎて自分が、最近なんか変なことあったかな、いっぱいあるけど、うん、まずそもそもお風呂だと結構いろいろあるな、あそういっぱいあるお風呂だと、ねまずね いつも耳に水が入るんですよ、シャワー浴びてて、それでいつも一人でモゾモゾ言ってる、なんでこんなに耳入るとかなとか、なんかモゾモゾ言うんですよそれもあるし、なんかそうそうそう洗顔を何回洗顔したのかわからんくなって、私なんか2回洗顔するんですよ、あ2、でもなんかここさ
になんかさ、美容専門家、専門美容に詳しい人とかがいたらさ、いや水木の洗顔2回なんてやったら肌が乾燥するからやめなさいとかさ、あのさ、この肌悪は肌に良くないよって言う人おるかもしれんけど、私は2回するんですよ。小さい時から2回ずっとやってるんですよ。1回洗顔してお風呂上がりにもう1回洗顔するっていうのが私のなんかね、あの決まりなんですけど、洗顔何回したか分からなくなってきてね、3回も4回もしちゃうことがあるんですよね。本当にアホだな、本当にアホだな、そうっていうのもあるし、アホだなって自分で思うんですよ。あ、これ4回やってるわと思って、さっきもやったやん洗顔と思って、そう、まあ、2回なら数えられるやろって思うけどね、意外と2回難しいよ。2回数えるってだって無意識でやるじゃないですか。あとね、そう、歯磨きとかもさっきやったとにもう1回してしまうとかね、本当にボケてるんですよね。確かにそう、そうそう。あとは最近、一番最近ちょっとなんか自分で、はあ、もうこんなにアホなんだって思ったのはあれだ、あの私ね、あのトリートメントをしてる間に体を洗うんですよ。そういう人おるかな。私トリートメントしてそのまま体を洗うんですよね。でそれで最後に一緒に体と一緒に髪を流す、これがお水木のルーティンなんですけど、そう、なんかねトリートメントちょっとね置いとった方がねサラサラになるんですよ。本当よ、本当、私的にそう思う。そうなんですけどね、なんか普通に顔洗って、あのトリートメントして普通に体洗ってたんですよ。普通にいつも通り体洗ってて普通に流しとったら、あれ、なんかキシキシしてるな髪がと思って、あれ、トリートメントつけてないじゃんってもう本当に時間の無駄。いつもさ、トリートメントでサラサラになってさ、なんかさ、もうウキウキしながら、今日もサラサラだな、嬉しいなと思いながら、こうえ、なんかボソボソしてると思って、あ、そもそもつけてないんだトリートメントと思って、そう、 そういうことももう本当にたくさんある。やりすぎることも、洗顔は何回もやってしまう、そうな、やりすぎることもあればやらない時もありますね、ボケすぎて。そう、でもトリートメントもはワンチャン線でもいいんですよ。ワンチャン線でも、あの次の日まで、次の日っていうか次の日やればいけるけど、洗顔はそう、トリートメントはある。なんかキシキシしとるな、なんかなと思って、あ、トリートメントしてないじゃん、さっき何のためにこれ置いとったんやと思って、そうボケてますね。おみずき泡ついたままとかも本当に日常茶飯事ですよ、いつもいつも。そう、たまにさ、歯磨きしてさ、奥歯磨き忘れて2回したりしませんか。あるある、たまにありますよね。あ、そういえば左奥歯磨き忘れたかもしれんと思ってもう一回するととかある。そう、多分さ、でも毎日さやってたら忘れるじゃないですか。忘れるんですよ私、もうすぐ。あれ、ない、ないと10食さすがに食べ忘れはない。食べ忘れ、食べるの忘れとったとかはある。あ、ない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 だない、食べ忘れたことはないよ。そう、でも忘れ物多いですよね本当に。いいけど、そんな忘れ物多くないよ学校とかでは。暑くなってきた、めっちゃ寒かったとに。でもこれ脱いだらめちゃめちゃ寒いんだろうな。歯磨きね、めっちゃ長いですよ私、だってガチ勢やけん。歯磨き20分ぐらいだって、あのめっちゃ長いですよ。みんなに言われる、お水着長いよねって。半袖じゃないですけど、よく着てますよね。やだ、なんかよく着てると思われたくないな
よく着てると思われたくないけどよく着てるんですよね。これこれはどこのかはわからん。初見です。嘘だ嘘だ、初見じゃないよ。初見じゃないことは分かってる、分かってますよ。あ、そう、私東京にいたんですよ先週。だけね、あのもう長崎弁喋れんくなった大嘘大嘘大嘘、長崎弁喋れんくなったら悲しいですよねみんな。けどね、そう、でもちょっとはあの標準語喋れるようになった。そう、毎回東京から帰ってきたら家族に自慢してしまうけんね、長崎弁抜けたよってそう、抜けんばい、そんな簡単には。長崎弁好きって嬉しい、なまってるぞ、気のせいだよ、なまってないなまってない。何日おったっけな、まあそれは秘密。あ、そうなんですよ、フットゴルフ中止になっちゃって、そうフットゴルフ中止になっちゃって、私行ったのにちゃんとはるばる都会に、なくなっちゃったからいつになるか分からんけど、あ、次はいつになるかな分からんけど、やっぱ寒くなってきた確かに寒かった、ここの部屋めっちゃ寒いね。そうですよ、マジか、マジマジです、言ってますよ本当に。やってたら何位でしたわーいとか言ってるはずなのに、はあ、残念ですね。増えてますよね確かに、東京の、東京ね、仕方ない仕方ない、次まで練習頑張ります。ん、栃木ですね、栃木。ん、そう、そう、こたつ欲しいけん、サンタさんまだまだ待ってますよ。もう8年経ったけど、小6から8年待ってますよ、8年もずっとこたつ、こたつちょうだい。確かに TikTok のサッカー動画またあげたらね、バズるかな。もうむしろサッカーしかバズらんっていうねそう、全然バズらんとよ、サッカーしか。確かに放送まで内緒かなと思っとった。違いますね、普通に中止やった。延期かな、中止かな、どっちやろ。結構違いますよね、それで。ね、あ、そう、 TikTok 今日更新したので見てください、ぜひ。 TikTok 見てね、みんな見てね、あね、やだ、一人 PK とか、 PK とかやだ、はん、かわいそうだよ私。キル毛布気になって、なんそれ、気になる気になる、それはキル毛布って。お給料でこたつ買うしかない、うーん、やだ、サンタさんに頼むき、私はサンタさんを信じとる、サンタさんに来てほしい。え、オーバーヘッドとかむずすぎる、どうする、オーバーヘッドとかやってさおーちん元気って突然すぎて面白かった。元気ですよ、オーバーヘッドして気がするよ、絶対絶対気がするけん。でも私できる自信あるんですよねなぜかそう、私いつもね根拠のない自信めちゃめちゃあるけんね。そう、なんかできる自信はあるけど、怪我する気もする。サンタすまん、金欠やねえ。そんなサンタさんが金欠とか、それこそ夢ないよ。サンタさんは大金持ちやけん。確かにサンタさんってどっからお金もそんなもらっとったかな。
あ、違う、そうだった。私はもう大人だから今純粋に考えてしまった。純粋にサンタさんでどっからお金来るとか、ね、違う、そうまあそういうことですよ。何？あ、税金なの？違うよ、サンタさんはサンタさんだから。フィンランドから？そう、オーバーヘッド。ああ、なるほどね、なるほど。あ、確かに純粋な子はお金の話しない。私は純粋と純粋じゃない真ん中にいましたね、さっきは。けどもう全然私はサンタさんは信じてな、あ、信じてない。そう、小6の時あんなに泣いたとにもう今更信じてるなんて言えない。私はあの時大人になったな、あの時は一瞬でね。寂しいですね、サンタさんの正体を知ると。都会には染まってないよ、都会に染まりたい私も。うん、すごい蜂蜜が落ちてきた。髪伸びましたよ、もう本当に。もう切りたいよ、切りたすぎて毎日ね調べてるんですよ。ミディアムとかなんかショートとか言って。そう、私ね、お母さんねずっとロングだったんですよ。こんなやってこんなロングやったとにね、お母さんが最近髪切ったんです、ボブに。私も切りたすぎて、なんでお母さんだけ切ったの、お母さんだけ切るなんてずるいよって言って、私も切りたいのにさ、成人式までは切れない、可愛くしてもらわないといけないから、くるくる。半年ぐらい、半分ぐらい、え、半分切りたい。可愛く写ってますか？あ、ディズニー行ったら染まった。あ、でもやばい、一覧目なんだよ。あの、そう、夢の国って言わないと。そう、めっちゃ伸びた。そうなんですよ、伸びたんですよ。伸ばしてないんですよ、伸びてくんです、伸ばしてないとに。希少なロング、本当？そんな、そうかな。そう、海、そう、夢の海って言わんといけん。夢の国海って言わんといけんよ。かわ、てかさ、欲しいならんと？ならないの？欲しいならないのか、これなるじゃないと。あれ、ならないんだね、そこはならないんだ。へへ、見せて。さっき普通に、確かに、あ、え、それ欲しいならないんだ。確かに。いや、私はバンされちゃったらさ、嫌だから言わない。あ、確かに普通に欲しいならないんだ。そうなんだ、 NG なんだと思ってた、夢の国の話は。ほえー、めっちゃいいな、そう。こんばんは。なんかありますか、おみずきに質問。おみずきの質問タイム。じゃあどうぞ質問。あ、やっぱ質問やめようよ、質問じゃなくて、うーん、今欲しいもの。今日サンタさんにお願いしたけど、多分みんな今夜だと思うけど、とりあえずサンタさんにお願いしたものを聞いてみましょう。どうぞ、コメントどうぞ。はい、どうですかね、どんなものがみんなお願いしたの。あ、すごい質問が来てる。生活なんてやめてよ、なんかリアルだな、なんかそれ愛かな、ちょっと何さ、みんな夢もうちょっとなんか可愛らしいのにしようよ。あ、握手、おみちゃんとの握手、全然するよ。
私握手っぽい写真持ってますよ、載せよっか。今誰が言ったの、さっきあみちゃんとの握手って言った人。あー、そうちゃん、みずきとの握手会、そうちゃんにいいものがある、握手会っぽい写真を撮ったんですよ、夢の海で。載せようかな、それこうやってこうやってしてる写真。あ、こんなくらい握手会っぽい写真撮りたいって言って撮ったんです。それ載せようかな、見てくれる、そうちゃん。石油、なんで石油が欲しいと、そんなお金持ちになりたいと。え、パイロット、本当に言ってる、パイロット、パイロットの試験に受かること、本当にすごい。私めっちゃ詳しくないけど、意外と飛行機詳しいですよ。意外と、あ、詳しくなかった、嘘、意外と好きって言いたかっただけ、そんな詳しくないけど、意外と飛行機ね、し、あ、宇宙飛行士か、そっちかーい。え、宇宙飛行士ね、そっちか。あ、ちょ、これパイロットで宇宙飛行士じゃないじゃん。あ、おみちゃん入りのサイン入りのサッカーボール、もういくらでもあげるとに、サンタさんからはそれ も確かに難しいですね。水木サンタから渡したいボールは、はやれんけどね。おなっちさんボール持ってきてくれたら全然おみサンタから渡せるのにね。再びおみに日本で会います。あ、確かに、あ、ブリントサンタ、ブリントサンタ、確かにそうだね、長崎じゃない、日本で、そっか、今日本におらんとか、いつになるかな、会える日は。会いたいね、確かに。ナイキの靴欲しい、それは意外と一番もらえそう、一番もらえそう、確かに私も欲しい、ナイキの靴ね、めっちゃ欲しい、確かに確かに、見てるもんよく、私もネットとかで欲しいなと思って。じゃがいもでいいや、ねえ、じゃがいもでいいやって、スーパー行ったらもらえる、買えるよ。あ、ビファーレンユニフォーム欲しいって、おみずきサイン入り、一番難しい、だってさ絶対さ AKB の公式からは出ないんやろ。おみずきがなんか公式アンバサダーかなんかにならん限りそれはないですね。なりたい、なりたい。マイブーム、バイブームは、マイブームはない。ラインバブル、ラインバブル、うーん、ブームもうずっとだ、ずっとですよね、ずっと好き。エレナの社長になりたいと、じゃあまずは長崎に来て、長崎に住んどる、もしかして。あ、買ったと、ビファイユニフォーム、すごい、すごい、嬉しい。そういうこと、峰松さんはビハレンが好き、それともみずきが好きね、そっからってこと、どっちか分からんけど嬉しい、なんか。何やめて、おみずきの作った傷んだおにぎり欲しい、やめてやめて、食中毒になるよ、いいと、私みたいになっていいと、なんで私が監督になるの。やだよ。あ、お水木経由です。あ、嬉しい。嬉しい。あ、すごい。ちょっとはなんかビファーレンの PR PR ちょっと貢献してるんじゃないですか。これはまさかお水木経由ってことはね。お水木キッチン、お水木キッチンの料理食べたい。何食べたい。私が作れるのやったらね、サッカーボールもらって、え、そうなの、後半なんですか、すごっ、人脈すごっ。あ、なるほどね、関東来た時覚えて、確かに関東、みんな関東住みか。シチュー食べたいと、こまちゃんシチュー食べたいんだ。簡単やん、シチューとか。え、すごい、高校の後輩だって、もうすごい、1時間もう過ぎちゃった。シチューは美味しいですよね、冬って言ったらシチュー、
シチューって言ったら冬。おみちゃんの愛が欲しい？おみちゃんの愛あげるよ全然。本当に？なんでわかると58分とか。どこで見よるとそんな。アイシャドウムラオレンジなんだよね。ねえニキビ見えるね確かにここ。今日ねファンデーション新しいのにしたんですけどちょっと白すぎたかな。白いなまあいいや。おみメルティニキビ何それ。おみずきは宝物。うん宝物物で言うとなんだろう。宝物ってない。宝物って何ですか。宝物みんなの宝物は何ですか。じゃあ逆に宝物ね。うん宝物もこれだけは絶対必要ってのリアルにちょ友達とか家族とかは抜きにしていいですか。そんなんさ宝物とかレベルじゃないじゃないですか。宝物はねそれ以外で物ですよね。物やもんね。うわ痛そう。そう物ですもんね。宝物宝物ないないないな。宝のものっていうのはないですね。別にないないですね。あないって言っちゃダメなの。ないこらこらってきた。宝物ね難しいな。なんかあそれ言ったら全部やん。全部必要やもん。スパイクもユニフォームも。あファンの皆さんあそういうことで物じゃないもんだって。それは違うだってさ友達と家族とかファンの人は物じゃないじゃん。人じゃんそれ。宝人じゃん。宝人は皆さんですよもちろん。皆さん宝人を水木のアハハハハって笑わないで。みんな宝人けど宝物っていうのはうーん確かにネックレスは結構大事だな。これなくしたら結構ショックですね確かに。これ宝物。じゃあファンの人から手紙なんてもらったことないないないんですよ。誰かちょうだい誰かちょうだい。お水着にマジでって言うより本当だけん。本当やけどないけん。送って誰か送ってください。うううううう。それ本当に宝物かもしれん。一生の宝物かもね。本当にもらったことないけどねもらったことないけど書く本当に適当。あ劇場にあるとかの、まあ、まだもらってないってことか。確かに劇場行ってないもんな。1年も行ってなければ確かにそうですよね。あると劇場に劇場にあるならそれ宝物だきっと。まだ見てないけど嬉しい。誰か書いてくれてる人がいると信じてますね。だってそれ一生宝物だ確かに。こうやってさファンの方とこうやってさ一緒に会話してるのはさもうさ一瞬じゃないですか。もう明日には忘れてしまう。あ忘れてしまうじゃないね。なんか残らないじゃないですかこうやって握手会でも。確かにでも形に残りますもんねお手紙って。確かにそれは宝物だ。誰かくれる人くれると嬉しいな今のところないけどね。劇場に来てるのかな。いや違う忘れるじゃなくて形に残らんじゃないですか。忘れんよ忘れんけどさ。でも忘れるやん一時したら。確かに忘れるじゃないですか。にそうだって10年したらこの会話忘れますよ。ああそういえば
10年前の12月25日はお水木と大トロの話したなとか思い出せないじゃないですか。けど確かに手紙だったらずっと残るけんね。あー嬉しい、あーなんとかさんだって言っても見てみれるじゃん。それ嬉しいな確かに。ってことで誰かちょうだい誰かお水木にファンレターをくれるといいな。そう、明日にはもう忘れとるかな。ファンレターあるといいですね。期待していいかな。大トロ欲しくない私は別に。あ、そうなの、劇場デビューしたらもらえるとか。じゃあまだまだだ、まだまだかな。今のところないですよね、予定はないですよ。そうですね、東京行ったけどね、この間な、まあまあなん、もうちょっとだけ用事があったんですけどね。もうちょっとだけ、もうちょっと、もうあのなんだ、フットゴルフだけで行ったわけじゃないんですよね。フットゴルフ以外でもあったっちゃあったんですけど、あったっちゃってかあったんですけど、そういつの間にいたんだって。確かにメールで分かる人分かるとかな、分からんか。あの確かにメールが少ないかったら忙しかった説ある。そういつの間にいたんだ。耳痛くなった本当に。飛行機で、飛行機乗ったら絶対毎回耳痛くなる。全く分からんかったわ。確かに行ってない、行ってない、会いに行ってないよ。お仕事ですけど、もちろんゆかりんちにピザ食べ行く用事じゃないよそう撮影、まあそのうち分かりますよきっと。けどあんまり私はなんか、うん、そうですね、まあまあこなんか出たら、出たら、あのまた告知したら言いますね、いろいろお話しする。飛行機乗れますよ、なんでその自転車乗れるのみたいな感じ飛行機は誰でも乗れますから。嬉しいですよ、嬉しい嬉しい、ワクワクピーナッツですけど、まあちょっとお水着的にはなんかこうなんか、うん、難しかった、難しいお仕事でしたね。そうやっぱ緊張するんですよ私特に。そう緊張しちゃうからいっぱいよく喋れないとかあるんですよ、いろいろ私的には。喋れますよ、標準語喋れるよ。違う、静かにするお仕事それは難しすぎる。え、書いてたっけ、なんて書いてたっけ。もうメールに書いたことすらあんまり記憶ないってやばいな本当に。クリスマスの朝に iPad を壊しちゃいました。なんで、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 なんで壊しちゃダメだよ。そう難しい、めっちゃ緊張しいです私、本当にびっくりするほど。あ、そうあれ 見てくれたかな、女子会みたいな妹オーディションのやつ。ぜひ見てない方は見てみてください。女子会のやつ見た？じゃあ誰か感想教えて感想あるんですか。なんか大した感想ないでしょうどうせみんな、うん、あんまり大した内容じゃなかったよって言われそう。言われない、言わないで。めっちゃ緊張してた確かに。だって緊張しますよあれ本当にね。台本とか なくて突然呼ばれて、はいじゃあ喋ってくださいぐらいだったんで、もうどうすればいいんですかと思って緊張してた。本当笑顔引きずっとったかな、こんな笑顔なのにいつも。にーうん、そうなんでしょう、忘れたって言えない、
忘れたんだね忘れたの。仲良くなったとかも会ってないですか。直接会って喋りたいけどね。は、会えてない。フリートークは得意そうなのに。そう、いやでも結構緊張したら難しいですよね。これから見るわ。見てに、あ、とりあえずキャッチフレーズ、あ、キャッチフレーズなんかしてないじゃん。してないよ。してない、見てないな。絶対見てないでしょ。緊張してたけど、なまってるんですよね。やめてやめてやめて。高評価しときましたって、ありがとうございます。もうみんな高評価してください。いいねいいねいいねってお水木いいねって言ってね。やめて、一応 AKB、 いや一応とかじゃなくて、あのなんていう活動さ、そんなもうなんか超アイドルっていう活動はまだ全然したことない、したことないとかそんなしてないのでっていう意味ですよ。そうそうそう、お互い、そうそう、あんまし初めましてですから、本当に全然知らなくて、でもよかった、仲良くなれて、仲良くなった気がいる、気でいる、ね、一応芸人ですとか言わないから、言わない、芸人じゃないけん、私人見知り、人見知りじゃないですよ、喋りますけど、カメラが回っとったけん緊張しただけですよ。握手会も一度だけ、どういうこと？あ、握手会は直接はまだゼロですね。あ、あれか、あります、一度だけありますね。確かにみんなでやったのは一回あるけど、個別は一回もない。ラグビー興味あった？私ラグビーめっちゃ好きですよ。ルール知らんけど、知らんけどラグビー見るの楽しい。なんか私めちゃめちゃ仲いい、昨日も一緒にご飯食べた子がラグビー部なんですよ。女の子なんですけど、だけどめっちゃラグビーはなんか親近感をあるみたいな感じ。そうそう、ラグビー女子とサッカー女子なんですよ。2人いつも仲いいんですけど、 その子と仲いいけん、ラグビーは結構詳しいよ私、意外と見るの好き。サッカー芸人じゃないです。緊張しないキャラに見えるの、なぜ緊張するんですか。そんなの知らんよ、私に聞かれても。そう、ラグビー女子、女子ラグビーすごいですよね。だけタックルされるよく私、うわそう、ラグビー、その子とよくラグビーボールとかで遊んでますよ。でもね、その子ね、身長152とかかな、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。ラグビー部なのに、女の子なんですよ、女の子なんですけど、ちっちゃくないですか、150センチ、ちっちゃい方ですよね。けどね、男子ラグビー部の中で一人混ざってやってたんです、私みたいな感じで。私も中学生の時はそうだったんですけど、中学生の時は2人いましたよ、女子は。そう、で、同じ匂いがしますよ。そうそう、すごいですよね。南山高校ってすごい、南山知ってるの？さ、確かにラグビー部あるよね、南山。北洋大の人、あ、そうか、北洋大もラグビー部強いもんね。何、ジャガちゃんの身長、ジャガちゃんは 161.7。 何、大分、なんて読むんだ、大分って何、え、なんでそれなんだそれは、知らないよ水木は、そんなことは。マイズル、なんだマイズル、ちょい負けてて悔しい。ああ、そういうことね。マイズル、あ、マイズルか、マイルズ、マイズルって何、何言ってんのみんな。水木はどんな走り方、真剣に走ったら変、どんな走り方、こうやってで走る。
マイルズ、ま、何それ知らない、どこの誰誰マイルズって誰だよマイルズさんって。マイズルもマイルズも知らない、知りませんねそんな人は。18号さんですか。そうです、18号です私がクリリンの嫁、クリリンのお嫁さんです。うん、62持ったら62、うん、もらんかったら61。マヨネーズ、何さっきからさマヨネーズとかたまごっちとか、たまごっち言ってないか、マヨネーズとかケチャップとかどういうこと。ラグビーのドラマ見た、何それラグビー、え、クリリンのことか。そうそう、カバーね外したの、そうドラゴンボール、いつも近くにドラゴンボールがいる。ビビ君もいるよ、ビビ君、ビビ君はここにいるけど見せない。今日ビビ君のさ帽子かぶって配信しようと思ったけどやめた、クリスマスやけ。なんか可愛いと、なんか可愛いと、悟空、悟空が可愛いの、私じゃなくて、まさかのね。こんばんは。何する何する、お寿司でお得になったと。17号はいないんですか。17号はいない、今はいないですね、確かに17号はいないですね、近くに。なべさんはあっちの部屋にいる。スクショタイムだったの、おみずきの配信にスクショタイムはなかなかないですね。現在プレゼントボックス416個。なんだそれ、どういうこと、どういうことですか。大学のノートパソコン買ったの、大学のノートパソコン高くない、結構結構高いですよね確か。何時までする、みんなみんな次第。なんだかんだあと 20分とかしてそうだな、2、30分してそう。今日なんか目のところメイクしてる、うん、いつもしてますよ。今日はファンデーションはクリオ、ハイライトもクリオ、アイシャドウもクリオです。リップはエチュードぐらいかな、他はない。おみずきのメイクなんて誰も気にしてないか。うわ、明日4時半起きとね、そう早すぎる、ともさん早すぎる。そんな早起きしてお仕事行ったらさ、あの眠たくならんと、めっちゃ普通に普通に思うね。ね、リップはエレナとか言っちゃう、めちゃめちゃ意味わからない、ね、エレナ確かに売ってるかもね、エレナ、ね、エレナっていう、エレナっていう化粧品あったらやばいでしょ。あと残り59分、ね、12時まで やらないよ。残り、ええ電車爆睡カレー、あなるほどね、電車爆睡するとね、ああそういうことか、大変だな、頑張ってますね本当に。私も頑張らんばな、うん確かに。壇上読んで10分ぐらいの伸びちゃう。コスメはどこで買ってるの、ネットとか。でもコスメでそんなたくさん買わんけんね、本当に3ヶ月に1回とかです、2、3ヶ月に1回。東京行った時とか福岡行った時とか、遠く行った時に買いますね結構コスメは。そう今日買ったハイライト、鼻にこうここハイライト、ハイライトあるの分かるかな、ハイライトこう塗ってるんですよ、こうね、これデカデカしてるキラキラしてるじゃないですか、これ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 ね、これね今日新しいハイライト使ったんですけど、ピンク色だったんです、見てびっくりした。普通に塗ったらあれキラキラ、普通のキラキラかなと思ったら塗ってみて鼻にめっちゃピンクやんと思って、わかる、わかるかな、ピンクなんです、わかる、わかる、見てわからんか、わからんかもしれんけど、
これピンク色だったんですよ。びっくりしました。こんなピンクのハイライトなんだ、かわいいと思って。ここにもハイライトも塗っております。こちらにもハイライトを塗っています。で今日はチークは塗ってません。そんな見つめないで、見つめるよ。お水木サンタ、水木もサンタさんになりたいな。生まれ変わったらみんな喜んでくれるしな。サンタ、サンタさん、トナカイだこりゃ。ハーバードだよ。ちなみに、どういうこと？ここにハーバードいるの？出身の人が？どういうこと？トナカイじゃ、あ、鹿だ。これ鹿？トナカイのつもりなんだけどな。鹿じゃないんだけどな。ミスターサタン、好きよ、サタン。今日の服あったかそう。あったかいんですよ、めっちゃこれ。鹿と鹿とって鹿だけにね。そう、何の話しちゃったっけ。あら、ゆうかりんさっき HH さんとやってたの、すごいな、いいな。見たかった。私も、あ、なるほどね。すごい、高校に先生が、そんな頭いい先生がいるのね。すごいな、頭いい人ってすごいですよね、本当に。胸元やばかった。あら、みんなみんなすごい嬉しい、嬉しいんじゃない本当クリスマスプレゼントだ、ゆうかりんからの。いちいち満載だったの。何、お水木こんなぬくぬくしてるのに釣られそうになった。あら、釣られちゃダメとは言わないけどおのっちさんがお水木離れするのね。なんかでもそんな言えませんよね。あの推し変禁止って言いづらい、私からはしてほしくないけど。お水木しか勝たん、本当に。お水木のモチベ下がったとか言ってたくせに、男だからそうして、鼻血出てたの。みんな単純だな。でも確かにコマちゃん本当にそんな感じするかも。なんかそんな感じする。推し変して死なさそう、死なさそう、死なさそう。もうしきっぴしきっぴ、嬉しい、それは嬉しいですね。バレたって、すバレますよ。みんなみんなみんな可愛いもんね。推し変だって、推し変だから、私一人のことも推してくれる方なんてそんなにいないですよ絶対。一人二人三人、三人もいないか、一人おる、絶対おらんよね。だから全然そんなことはない、思わんよ私は。紙幣はダメですっては言わんばい。そうだよね、まあ変わりますよねコロコロ。まあいっぱい好きな人がおるうちの一人がお水着やったら、もうそれはもうそれがそれでいい、それが嬉しい、それが嬉しい。うん、そう、五人好きな人おるさね。なんとかちゃん、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 お水着ってなるやん、それは。だけ嬉しい、一人単推しじゃなくても嬉しい。お水木はここにいるよ、エリエリよ全然やん。このニキビ目立つくない？結構サンタさんに頼もう、ニキビが消えますようにって。確かに、何人から DD ですか。30人以上はちょっと DD かな。だってもうなんかさ、そんな30人も推しとったらね、大変ですよ、大変だから。だからそう、20人かな、20人かな。やっぱ30はちょっと多いな。20人以上はちょっと DD かな。
然スクショタイムじゃないですよ。こうやって可愛い写真が撮れたらいいなって思っただけで今日楽しかったこと、餃子が美味しかったこと、あ、間違えた、楽しかったこと、今日楽しかったことは10時間寝たこと、夢の中でなんかアイドルやってたこと、ね、歌ってた、なんかマイク持って、もう本当に夢の話ですね。私そう こんな活動ってあんまりないからね。確かに本当夢の夢って感じだった。みずきケンタッキー食べてない、ケンタッキーじゃなくて普通のなんかケンタッキーじゃないチキンを食べました。どこで買ったか知らんけど、餃子は 10個食べた。早く溶けるといいね。本当にカラオケしよっか嘘ついた、ごめんなさい、だってマイクないもん、ごめんなさい、嘘ですね。カラオケ配信したい。あ、すごい、カラオケ配信してほしいなって、今私カラ配信しよっかって言った瞬間に来たわ。みなまつさんめっちゃ気合う。本当にローストチキン食べたいですって。ローストチキンって美味しいですよね。かくりまんじゅうないか、何かくりまんじゅう、ああ食べたもの、食べたものは、うん、餃子ですね。あ、チキンも食べた。おみずきの声聞きたい、アカペラで歌っていいじゃん、マイクないけん、ダメなのか、それはダメなのか。そうですよね、確かに劇場、まあ、東京だけかな。お水木好き大好きなんかオッケー、大丈夫なの。そうですね、何の歌があるの逆に。エレナ、エレナ来ないばおやだ、私毎回の毎配信歌ってるじゃん。エレナ、エレナに許可取り行かんといけんよ、ほんと。こうなったらこんな歌うならクリスマスソングって例えば何があるの。クリスマスソングで一番好きなソング、一番好きなソング、かっこよくない、一番好きな曲は。みんなクリスマスといえばクリスマスので好きな曲、みんな一緒に答えよう。な、 AKB だけじゃなくて、言っていいのかな、別にいいよね別に。なんかありますか。何、ああ、セカオワ、世界のあれ、あ、すごい、確かにいい歌ですよね。ジングルベル、ジングルベル、ジングルベル、白い恋人、私が好きな、なんだと思う、私が好きなクリスマスの曲当てて、誰か何の曲が好きでしょう。クリスマスで行ったら、クリスマスになったらこの曲聴きたくなるっていう曲がある。昨日お風呂入りながら聴いた。なんか好き。イーガールズのやつ？違います。違う。クリスマスバージョンない、エレナのそんなものは。ね、歌詞は書かないです、歌詞じゃなくて、違う、ヒントはない。意外と出らんな。でもクリスマスと言ったらだよ。あ、正解、ともあきさん正解、いつかのメリークリスマス、すごい、なんでわからんと、みんな。そう、好きなんですよ私、すごいね、好き、あの曲はクリスマスだってなる。え、そう、あ、そう、ビーズさんですよ、ビーズさん。そう、いい曲ですよね、めっちゃ。ね、あ、でもそんなにビーズ何、イントネーション違うと、あのその曲だけが結構好きなの、好きなだけで全部そう、詳しいとか好きとかじゃないんですよね、もう本当に申し訳ないですね、本当にその曲が、そう、いつまでも、そうですよ、そうです、そうです。
それが好き。うん、あのビーズ、そうですね、その曲が好きなんです。ビール、違うよ、あ、そうですね、それも好き。ウルトラお水着も好きだよ。だっていい曲じゃないですか、あれ。めっちゃよく聴いてますよ、お風呂場で、お風呂入りながら。ああ、いい曲だなと思って。確かにお母さんが聴くのかな、まあ、私確かに家族の誰かが聴きよ、ちっちゃい時から好き。いい曲ですよね、エイズ、ビーズ。合ってる、イントネーション。そうそう、そう、お風呂。ならないよ、ならない。こんばんは、わーわわわわー、あ、わわわーって何、なんか聞いたことある。失礼したの、してない。してない。何それ。ああ、そうなんだ、90年代、じゃあめっちゃ昔やん。ああ、じゃあ私ってなんか時代ちょっと遅れてんの、遅れてんの、遅れ早すぎるのかな、時代が。ねえ、やめて、何言ってるの。明日お水着のせいだって起きれんかったら、そしたらどうしよう。寝坊したことないんですか、ある、ともさん、寝坊したこと。そんな毎日毎日さ、4時とか5時に起きれるもんなのかな。たまにぐらいあるやろ、1回ぐらいね。キョンシー、そう、確かにキョンシー、キョンシーはめっちゃ昔のやつってのを知りましたね。ほぼない、すごい、アラームで起きるって。アラームの曲さ、なんか嫌いになりますよね。せっかく好きな歌をさ、アラームの曲にしたとにさ、すごい嫌いになったことがある。テイラー・スイフトさんの曲をアラームにしてたんです、中学生の時。そしたらちょっとだけ嫌になった。毎日聞きすぎて、分かった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 、私を起こさないでってなるんですよ。スイカ頭にキョンシー。そう、ある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 かな。違うよ、テラスハウスの曲じゃない。テラスハウス一回も見たことない、私。どんな物語、テラスハウスって。そう、私を起こさないでって。エレナ設定したら自分ダメなら嫌いになっちゃうから。なんかちょっと嫌いないぞ、本当にあれは。朝からずっとあれ。てんてん、6人男女共同生活がテラスハウス。え、それってさ、テレビだけ、え、どういうこと、え、本当に一緒に生活してるの、あれは。そういうこと、まあ分からんけ、花さんとこ間違ってるかもしれんけ。お水木の朝配信は、え、でも私冬休みなんですよ今。あ、まあ、ちょっと違うけど。まあ冬休みなんですよ。だけん配信しようと思えば、今日から今日明日明後日ぐらいできそう。ちょっと明日は厳しいな、明後日かな、わからん。できるっちゃできるかな。アラームはジワルデイズ。そうなの、嫌いにならんでね、聞きすぎて。あ、台本編集、あれ、あ、そうなんだ、そういうもんなんだね。仕事から見れんけんやめてって。うわ、確かにどっかで見れるやろ絶対。19時間もできないよ私。ワンチャンできるかな、すっぴん配信は。嫌だ、絶対嫌だ。すごい、長谷間もフォロワーも3500人もおるらしか。早、抜かれるじゃん、水木抜かれる。あ、早く始めたのに抜かれちゃう。
まあいいや。委員会、委員会、ダメ。誰かしてフォローまだしてないよって方フォローしてください。ぜひ。まあ可愛いもんな。まあ国宝顔面違うな、顔面国宝には勝てないですね。全員しとるで。あと40個で熊のぬいぐるみ達成ってどういうこと？40個で熊のぬいぐるみ達成ってどういうことよ？どういうこと？一度外してもいいか。え、どういうこと？ああ、それあれね、あのフォローの話ね。400って何？知らない、そんなの。元気に、そうだよ、元気に。1000個で車のぬいぐるみもらえる？熊のぬいぐるみ欲しい。1000個って何が1000個？わからん、難しい、もうわからんけん。いい、かからないよ3時間も。メイクはね30分かな、30分ぐらい。呪いけんね。でも結構手際よくいったら20分。でもノロノロ喋ったり歌ったりしよったら30分。もう達成者いっぱいいるよって。何の話でしょうかそれ。メイクせんって可愛いわけないでしょう。可愛くないよ全然、メイクせんかったら。本当にいい、ヤマンバみたいな。ギフト欄見てって何？ギフト欄見たよ。何の階段も書いてない。あ、こっち何も書いてないな。みずきちゃんの顔好きって言ってくれた、こまちゃん大好き。私のこんなたぬき顔が好きなんですか？たぬき顔じゃないですか私って。結構たぬき、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 たぬきでいいもん。あ、イノシシ顔なんてこと。それ褒めとった？全然褒めてないやん。たぬき顔ってよく言われますよ。たぬき可愛い、可愛い人は可愛いですよ。あ、なんかね、まん丸のみずき、そう、まん丸いいですよね。私そんな太ってないはずなんだけど、すっごい太って見えますよね、顔が丸いせいで。太ってないはずなんですけどね、体重的には。意外とみんなね、私の体重聞いたら、ね、え、意外と体重ないなって思うと思うよ、このまん丸な顔にしては。ねえ、やめて。愛してるぞ。来世で結婚しようね。来世でね。来世どこで何しよるか分からんけどね、来世は。メイクのせいかな、メイクかな、メイクが幼く見えるのかな。卵くらい、うわ、卵ぐらい丸いの私って。明日土曜日なんですよ、知っとった？あ、そう、でもデビューの時より痩せた。そう、デビューした時はめちゃめちゃ太っとった。まん丸どころじゃない。なんであんな太っとったっちゃろうね。熱中症じゃなくて食中毒になって痩せたんですよ私。明日お出かけいいな、行ってらっしゃい。いいな、卵大好きって。嬉しい、もう卵のまんまでいる。まん丸おみずき、おにぎりのせいか。そう、おにぎり、おにぎり、そう、あのおにぎりのせいで私は痩せた。だけありがとう、おにぎり、ありがとう。腐ったおにぎり、本当に腐ってくれてありがとう。おにぎり、私はあなたのおかげで痩せれました。それを機に一回痩せてもう太らんくなったんですよ、あの食中毒から。それまでは2、3キロ太っとった。そう、今より
うん、でも顔で変わる、顔に出やすいんですよね私。だけど 2,3 キロで結構痩せたねって言ってもらえることが多い。やめない、やめてください、やめたがいいですよ。腐っ、俺も腐ったおにぎりやろうって本当にきつかったけんね。いやいや、誰フリーザーにとるって、どこがよ、どこがにとるさ。来世で一緒にスカイラブハリケーンしようねって、いいよ。来世結婚するっちゃろ。いいと。ダイエット食として売り出そう、あのおにぎりを。あのおにぎりの作り方はですね、あのダイエットとして売るなら、まず朝炊き込みご飯を握りますね。でその次に学校にそのまま持ってって、でそのままバッグに入れたまま夜の9時になって、それを売り出せばいいんだ。したらみんな痩せれるよ。レシピあるよ、もちろん。レシピあるわないわけないやろ、そんな、あんな腐った。そう、よし、メモメモって、そうそうって。ダメ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 、カリン様に似てるって。似てないよ、誰に似とる。ドラゴンボールやったら誰かな。味は普通でした。いや、まあ私、みんな、なんか何食べても美味しく感じてしまうけん、確かに私の舌がバカだっただけで、みんなが食べたら気づくのかもしれん。本当にちょっとしかちょっと食べて気づけばあんなことにはならえたとかもしれんね。確かにそうですよね、それはある。早く気づけばよかった。ビーデルさん、かわいいよね、ビーデルさん。ランチさん、私ランチさん、ランチさんね、かわいいね、髪金髪で。体気をつけてね。そうですね、体調管理、体調不良な、私風邪とかひいてないな最近。酸っぱくなかった、全然酸っぱくなかったし、めっちゃ美味しかった、むしろ。嬉しくない、ミスターサタイ似てる、嬉しくないし。ミツもそうですね、ミツの、私もあんまり、あんまりとか全然さ知らんけんさ、うん、大丈夫かな。 LINE では元気そうだったけど、LINE ではね、無理してたのかな、気づいてあげれなかったのは本当にあれですね、申し訳ない。申し訳ない。早く戻ってきてほしいなって。味しましたよ、ちゃんと。炊き込みご飯の醤油味、あれ醤油じゃないか。ネバネバしてないよ、ネバネバしてないし、普通のやつ。今のなし、何、今のなしって何。魔人ブー好きやけん、いいばい。カステラ食べたい、カステラは長崎に来たらあるよ、いっぱい。浜の町とかカステラいっぱい売っとる、ほんとに。いつも録画してるテレビ番組ない。ない、うーん、ない。ないないです。確かにあのカステラのザラザラしてるのめっちゃ美味しいよね、本当に。ザラめね、痩せてる時、太ってる、まあ自分が好き。たぬき顔選手権、何それ。あ、そうなの、ビフォレの試合見に行ったらカステラ売ってたって。買った、買ってないと、買ってないの。ぜひ、ほんとザラメしか勝たん。確かにザラメは美味しい、もっとザラメ増やしてほしい。ザラザラメ、ザラメ。私お友達にカステラ作ってるお友達おるけん、カステラ聞いてみよう、どうやって作るよっとって。カステラ工場で働いてる人がいる友達。
お腹なってないよ。何の音？違うよ、お腹じゃないよ。誰近くに誰かの音。ふんじゃあ寝ましょっか、そろ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 突然だけど、そろそろ寝ますか。作りたてを食べたことない。かまぼこならあるけど、かまぼこの作りたてなら食べたことある。席にそうやった。違う、おなか。おなら鳴ってない、おなかで、おなかねえ。いつも突然してないよ。なんでみんなどんな音を聞きおるさ。お風呂入ってケーキ食べて寝ます。明日は4時間学校に行きます。早起きせんといけんな、やだな。ね、2時間も配信したと。私早っ、間違い、長っ。歯磨く、ちゃんと奥歯まで、左奥歯も磨く気忘れるけん、いつも2回狭くなるけん歯磨きそうなったらね。じゃあおやすみなさい。ランキング読みます。びっくりした今、びっくりしたやろ。あー、みずきまたランキング読み忘れたって思わせてのランキングですよ。いきますね。何時起き？何時に起きようかね。何時に起きようかな。8時、よし、8時に起きよう。絶対ダメダメ、6時に起こしてね。私8時やけんダメ。インテリアクゼさんが起こして、逆に私を8時に。じゃあおやすみなさいじゃなくて間違った。はい、読みますよ。第ニキビ見えるね、本当に本当にやだ。第13位、ともさん。アットマーク1ヶ月1月、1ヶ月じゃない、1月のお話し会、モチベかもおちお話し会でモチベ回復させに行きますって。ダメですよ、モチベーション下げないで。おみずきのダメ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 、あげろあげろあげろ。なぜ、どうしたら上がると。あげてくださいよ、お願いしますよ。ありがとうございます、ともさん。明日早起き頑張ってくださいね、本当に。寝坊しちゃいけんよ。第12位、とびづきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第11位、たろしさん。アットマーク3月までに学科講習中。あ、3月まで、あ、3月まで学科講習中。おみー、国すます無理やりすぎるでしょそれ。頑張ってくださいね、3月まで。応援してますよ、本当に。講習とかあるんだね、早くさ。直接聞きたいな、いろいろ話ね。第、ありがとうございます。第10位、台湾のポミさん。アットマークを海にファンレター送るよ、日本語頑張る。嬉しい嬉しい、私の宝物が できそうですね、宝物が。嬉しい、待ってますよ、本当に待ってますよ。私まだ1個もらったことないけんね、あるとかもしれんけど、劇場には。嬉しい、本当に期待しちゃう。ありがとうございます。第9位、よしのりさん。あ、よしのりさん、ありがとうございます。後ろになんかあるかと思った。ありがとうございます、よしのりさん。第8位、しゅんすけさん。アットマークうなとりどんさん、ありがとうございます。第7位、パレードりょうだんさん。アットマーク違う、月、あ違う、丸おみちゃん。シュキシュキシュキピシュキピシュキピシュキシュキシュキピ、ありがとうございます。第6位、よしゆさん。アットマークプレゼントにこたつを送りません。送ってよ、送ってこたつを。こたつなんて送れないでしょ、プレゼント。サンタ、よしゆサンタさん来ないかな、おみずきんところに。ありがとうございます。第5位、 KITT さん、ありがとうございます。第4位、おろちさん。アットマークおみちゃんのエレナでソロイベント希望。
エレナでソロイベント最高やん、それ最高じゃないですか。エレナでソロイベントって、もう私ソロエレナのテーマソング歌って何するの、ただトークショー、楽しそうだな。夢夢のまた夢ありがとうございます。第3位、キャリテイテイさん、アットマーク一生分の好きを使い果たしそうだと、ありがとうございます、ありがとうございます。第2位、サンタかっこブリーンとアットマークメリークリスマスほうほうほう、ありがとうございます。サンタさん、ありがとうございます。ツリーまでありがとうございます、嬉しかった。2位、ありがとうございます。なんと第1位は峰松さん、アットマークサンタさん、みーちゃんにこたつプレゼントして、本当だよ、どこにいるのサンタさん。峰松さんもツアーツリー、え、違う違う、なんだっけ、ツリーじゃないな、タワーな、タワー、ありがとうございました。ブリントさんと峰松さん、ツリーじゃない、タワー、ツリーか、合ってるか、ツリーで、ありがとうございました、嬉しい、タワー、タワー、ありがとうございました。あ、ツアーじゃない、ツリーとタワーが混ざったんだ、ツアーって、ありがとうございました。楽しかったでしょうか、私の配信、本当にいっぱいみんなきっと配信してる中、私の配信を見てくれてありがとうございました。大好きですやだ、大好きとか言っちゃったね、ダメダメダメ、いいか別に。お疲れ様さって何、あ、鬼滅ですか、鬼滅なんからんけど、おやすみ好き皆さん、良いお年を。そんなそんな、これからも押してく、私も押してく、たろしさん応援隊だから応援してますよ。私は講習も実習も、実習だっけ研修だったっけ、なんだか忘れちゃったけど、ゆきなに言っとこう、ほんと大好きって突然あ、そう、明日のグッズ買う予想だよ、明日うちは発売ですよ、うちはでしたっけ、見ました、私もさっき、あ、ぜひ買ってください、私のうちはぜひ、私も欲しい、買おうかなみんな忘れとる、明日発売ですよ、ぜひ生写真も買ってください、うちわとか、うん、写真とか、ぜひ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 、うちわ、冬にうちわとか寒いとか言わないで使い方、そういうそういう使い方すると買うぞーって、嬉しい、買うって、10時から、それは買うしか、買うしか、買って、嬉しい、ありがとうございます。みずきのグッズ、うちわ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 、明日ですよ、明日26日やけん、明日だ、買ったらいいことありますか、あるよ、あの劇場でここみずきが見つける、すぐそう勉強ネタなるほどね、そういう使い方もありますね、そういうことか。じゃあ皆さんおやすみなさい。今日メイクさ、コスメ、違うコスメ使ったけどあんまり分からんね、いつもと一緒かじゃあおやすみなさい、みんなさん、みんなさん、なかなか切らんなって思っとる、切る切る。次の配信は明日か明後日か、その明後日です。いや、明日かなって感じですね。明日かな、もしかしたら、もしかしたら明日、もしかせんかったら明日、もしかしても明日めんどくさ、おみずき、明日嬉しい、え、嬉しい、嬉しいなら明日しようかな。でも、もう授業、土曜日に4時間授業受けんといけんことに、私はもう気分が下がりまくっとるかもしれん、明日もうこの時点で下がっとるもん見えんやろ、さあテンション低そうに、ロスタイム長すぎやね、本当に。おやすみなさい皆さん、楽しいクリスマスでしたね、私はね、明日はいけないかも、うわ、頑張ります、皆さんも明日から。
な声で喋ったけん、なんか咳出そう。おやすみなさい。咳出る。くしゃみ出そう。おやすみなさい。咳出る。くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。おやすみなさい。咳出る咳出る咳出る。咳止めたらきついですよね。今その状態です。おやすみなさい。うわ、おやすみなさい。くしゃみ、くしゃみ出らん、くしゃみ出らんの結構なんかもそもそする。ウケない、ウケるってウケないよ。やばい、咳出たけんさ、なんか涙出そうになる。皆さんおやすみ。25、おやすみなさい。チキピー、チキピー、せーの。